暗号技術において、カルダングリルとは、分置式暗号を生成また複合するために使われる、鍵となる道具のことである。ルネサンス期イタリアの数学者ジェロラモ・カルダーノによって、考案され、1550年の著書デ・サトリテート・レールムで紹介された。通常、カルダングリルは特定の場所に穴を開けたカードの形状をしていて、手紙等に秘匿された文章を読み出すには、 手紙の上にグリルを重ねて穴から見える文字を拾い上げるだけである。一方、手紙に秘匿したい文章を埋め込みたい時には、用紙の上にグリルを重ね、穴の開いた場所に一文字ずつ書き込み、その後、残りの場所に不自然にならないように作文することになる。このように通常の文章のグリルによって決まる特定の場所に、 文章を分散させて埋め込む方式のため分知式と分類されるが、ステガノグラフィの一種でもある。カルガングリル模式図右の模式図では、文章が書かれており、と手紙文が書かれているが、グリルを当てると文字が浮かび上がり、スペインは5月に草に向け執行するとなる。1881年に、フライスナー大佐が回転グリル暗号を発表している。フライスナーグリル、 あるいはグリルジュコロネルフライスナー。カルダングリルと同じく穴を開けたカードを利用するが、正方形のカードを使い、90度ずつ回転させながら、文字を埋め込んでいくところが異なる。穴を開ける場所をうまく配置すると4回で過不足なく、用紙を埋め尽くすことができる。回転グリル暗号は、カルダングリルとは違い、天地式暗号である。ジュールベルヌの小説。 マテアスサンドルフでは回転グリル暗号が使われている。ありがとうございます。